これ大きさ的に蜂じゃなくてなんか鳥に見えちゃいますね。チャンネル登録およびメンバーシップへの登録をお願いします。皆さんこんにちは、ジェイソンオルゴブルダーヒーナー。はい、今回の動画はこちら、レゴクリエイター鳥のお家の続きになります。前回の動画で公園のベンチとハリネズミとリスを組み立てました。今回はこちらの蜂の巣箱に組み替えます。はい、鳥の巣箱と公園のベンチとリスとハリネズミの動画はこの動画の概要欄に載せておきます。合わせて見てください。はい、それでは蜂の巣箱に組み替えます。完成、蜂の巣箱です。はい、公園のベンチから蜂の巣箱に組み替えました。この蜂の巣箱なんですけど、最初に作った鳥の巣箱と若干作りに似てるところがあります。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で25分かかりました。この蜂の巣箱も結構小さいパーツが多かったので作るのが結構大変でした。今回の蜂の巣箱に付属する蜂は全部で4匹です。内訳を話すと、この2匹が植物にいる蜂で、この2匹が巣箱にいる蜂です。ちなみに大きさと造形はほとんど一緒で、唯一の違いは羽のクリアパーツです。ちなみに羽のクリアパーツはこのように稼働させることができます。今回の蜂の巣箱に付属するこちらの植物を見ましょう。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。この植物はめちゃくちゃよく作られております。鳥の巣箱では卵だったこのパーツを花の形みたいにしてるところがとても素晴らしいと思います。こういったパーツの使い分けで花を再現してるところがとても素晴らしいと思います。で、この葉っぱのこのポッチの部分に先ほどの蜂をこんな感じで留めることができます。はい、こんな感じです。はい、続いてはこちらの蜂の巣箱を見ましょう。冒頭でも説明したんですけど、この蜂の巣箱の造形は最初に作った鳥の巣箱と若干似てるところがあります。はい、全体をぐるっと見回すとこのようになっております。では近くで見ましょう。この部分が蜜の蛇口になっております。付属の蜂蜜パーツをこのように置くことによって蜂蜜が出てるのを再現しております。ちなみに付属の蜂蜜はこのようになっていて、結構変わった形をしております。ちなみに他の側面部分はこのようになっていて、結構シンプルな作りになっております。はい、続いて巣箱の屋根はこのようになっております。巣箱の屋根については茶色系のパーツで作られております。で、このままこの屋根を取り外すことができます。はい、巣箱の中はこのようになっていて、中に蜂の巣があります。一回蜂の巣を取り出してみると、はい、こんな感じで細部はこのようになっていて、結構シンプルな造形になっております。はい、こちらが蜂の巣になっております。全体をぐるっと見回すとこのようになっております。蜂の巣は黄色いクリアパーツが使われていて、すごいよく作られております。で、蜂の巣のこのポッチ部分に蜂をこのように留めておくことができます。最大4匹まで留めることができます。で、このまま蜂の巣箱に入れることができます。はい、では最後に大きさ比較いきましょう。まずミニフィグと並べるとこんな感じです。なんかこうして見るとめちゃくちゃでかい蜂の巣箱に見えます。これ大きさ的に蜂じゃなくてなんか鳥に見えちゃいますね。じゃあ続いてレゴマリオと並べるとこんな感じです。あー、でもなんか大きさ的にレゴマリオサイズじゃないですね。蜂の巣箱がもうちょっと小さかったらレゴマリオサイズになってたんじゃないかなって思います。はい、レゴクリエイター鳥のお家の蜂の巣箱はこんな感じです。はい、ということでレゴクリエイター鳥のお家の蜂の巣箱に組み替えてレビューしてみました。今回組み立てたこちらの蜂の巣箱もパーツがたくさん使われていて、造形が細かく再現されているところがとてもいいと思いました。最初に作った鳥の巣箱と若干似てるところはあったんですけど、全くの別物になっているところが、差別化が図られているところがとてもいいと思いました。はい、今回の動画でレゴクリエイター鳥のお家の3つの作品を全て作り終えました。その中で僕が一番良かったのは2番目に作れる公園のベンチです。初めに作れる鳥の巣箱も結構良かったんですけど、僕は今回は公園のベンチにしました。まず公園のベンチの造形自体がすごいよく作られていて、公園のベンチと小動物が一緒になっているところがとても可愛らしくていいと思いました。こちらのレゴクリエイターは今年発売して、多分年内中には絶版になると思いますので、気になった方は早めにチェックしてみてください。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。
はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ、ヤハハハハ。